やあみんな、私はかよわき生命を守護する組織ギャラクシーレスキューフォースに所属しているウルトラマンリブットだ。同じくソラです。今日は我々ギャラクシーレスキューフォースの日常や秘密を少しだけ覗いていってもらおうと思う。ゆっくり楽しんでいってくださいね。うん。終わった。やあソラ、何をしてたんだい？この基地のレーダーシステムの強化を任されたの。すごいじゃないか。そんな、光先輩から科学技術を推薦してもらってギャラクシーレスキューフォースに来たんですもの。これくらいは。どんなシステムなんだい？うん、アルマテスティック幸福号理論について、ケスタルタント数式を多次元構造的に置き換えてパルパスマンエネルギーの近似値を算出するの。そうすると従来のキャスバイヤー光学方式を主体として構築されたシステムのおよそ 12.68 倍のギャナディルド拡散を得られるのよ。そもそもアルマテスティック幸福号理論っていうのは、宇宙最高の頭脳と言われトルレイヤー賞を何度も受賞しているヤン・ヤンクリン博士とその親友のペプチミルコン教授が発見した理論で、私も2人のことをすごく尊敬しているんだけど、もしかしたら基礎システムの構築に使えるんじゃないかと思って部分的に応用してみたのよ。ふん、あ、なんか引いてるでしょう。そんなことはないよ。昔から空は凝り性というか、なんというか、どうせ頭でっかちですよ。そんなことは言ってないじゃないか。知らない？困ったな。そうだ、その鎧のことを教えてくれよ。以前はつけていなかったじゃないか。このフラワーテクターのこと？そうそう、空に似合ってるなーなんて。そうかな。うんうん、これはね、私の家に代々受け継がれてきた鎧なの。様々な薬剤から身を守ると言われているわ。そういえばルーゴサイトの光線を弾いたって聞いたぞ。すごい防御力だ。うん、一族の者の覚悟が決まった時に受け継がれるっていうしきたりになっていて、私もある事件をきっかけにお母様から譲り受けたんだ。まさに伝説の鎧だ。その防御力はどういった原理で生まれているんだろう。やっぱり気になっちゃう？気になっちゃうよね。私も気になって宇宙科学技術局の設備を使って調べてみたの。先祖代々の伝承を覗き見しちゃうみたいで、ちょっと悪い気はしたんだけど。でね、分析した結果すごいことが分かっちゃったのよ。なんとこのフラワーテクターに内包されているエネルギーの総量たるや、それはそれはすごいもので、なんと、うん、ゼナッキーゼナクス定数とかなり近い数値を計測したのよ。このゼナッキーゼナクス定数っていうのは、一つの惑星がポルポット縮小をするときに生まれるエネルギー値を擬似的に可視化するときに使用するもので。今週のナースデッセイ開発秘話、特務参加奮闘記は、特務参加の経理テルミちゃんが初登場。冷徹モンスターなんて呼ばれているみたいだけど大丈夫かな。第2話、経理のテルミちゃん、つぶらやイマジネーションで配信だぜ。見逃さないでくれよな。僕も絶対見るよマルール。おう、楽しみにしてるよなペガ。うん、宇宙一のトレジャーハンターイグニスがユナを狙ってやってきた。ユナを狙う理由は一体？そして現れる画像と、こうなったら高速の動きで全部まとめて解決してやるぞ。次回ウルトラマントリガー、超古代の光と闇、スマイルスマイル。チャンネル登録よろしく。このチャンネル登録にはすっごくメリットがあるんです。いろんなかっこいいヒーローの姿が見れちゃうし、最新作もチェックできちゃう。ソラ、これを宇宙テレビに例えると、もういい。